一番取り立てやすい税なのは間違いないやん俺は消費税増税増賛成派先日「消費増税賛成」と投稿したのは本日のゲスト堀江貴文さんさんらにその後も投稿を連発し。 別に中国に多少侵略される不安を感じても防衛費増額しなくてもいいというのならば別に増税しなくていいわけだ消費税上げるな富裕層が負担しろ移民が嫌だとかみんなわがまますぎるんだよなしかし物価が上昇減税を望む声もある中での堀江さんのこのツイートに ネットはざわざわ金があるから平気でそんなこと言えるんだよ増税反対っていうより使い道が不透明すぎその前にまず歳出を削減できないの一方そんな中読売新聞が報じたのは来年度から5年間の防衛費の総額について政府は 大幅増額の方針でなんと40兆円以上の方向で調整しているとのことなんですがとなるとその財源をどう確保するのか加速する増税への議論それは致し方ないことなのでしょうかということで今夜は日本の税金について堀江さんと考えます。 そうした中で、堀江さんは、ですね俺は消費増税賛成派ということでツイートされていまして、さまざ、あ、ま議論になっているんですけれども、まず堀さん、このツイートの思いといいますか、そこからお聞かせいただけますでしょうかいや、これもう毎回、消費税増税定例みたいな話なんだけど、うんはい、もうこれ以上説明してもしょうがないんですけどね、いやいや、だから税って取り立てやすいとこは取り立てるよねっていう。うんはいうん だけの話なんだけど。はい。うん、あの実際にはですね、政府の中で上がっている話、与党をですね、えー、含めて見ていきますと、政府幹部の話の中では消費増税はないというの話もあって、それ以外の税は例外なく訴状に上げるというふうな話。うん。だけどさ、うん、これね、防衛費ってじゃあ今回増やしてまた減らすわけにいかないんでしょそそですね。だってずっとずっとね増やしたままにしようって、うん、GDP 代替費。 2%パーぐらいで行こう、はい、って話なんだから、うん、その恒久的に取り続けられる税、はい、財源じゃないとだめなわけでしょ、うん、でもそんな財源ってそんな都合いい財源なんかないよねあんまりっていう、うん、その選択肢がない中で一番取り立てやすいやつは消費税じゃないんですかっていう、うん、1で一回上げたらみんな忘れるでしょ、うんはい、でっていうもうなんかもう身もふたもない話をしてるだけですよ僕は、うん、単純に。 小さい細かいところで言ったらタバコ税を同税するだのいろいろあると思いますけど例えば金融資産課税とかみんな結構簡単に言うんだけどああいうのやると単純に富裕層は逃げられるから貧乏に逃げられないからっていう話なんだよ。逃げるのを逃げないでって言ったところで逃げるじゃん。 富裕層も来ないじゃん来なくなるじゃない、うんうん、でそこはもうトレードオフじゃないですか、うんはい、例えばシンガポールみたいにあの税金がその金融資産とかに対する税金とか、うん、株式取引の税金とかないとかっていうような国に、うんね、みんな行くわけじゃないただやっぱ快適度合いでいったら日本の方が快適だから、うん、みんな日本に行きたいと思ってるのに。うんうん 税金はちょっと高いよねみたいなして、うん、そこはトレードオフだからたまにじゃあ日本って別にたまに行くだけでいいかとかってなっちゃうわけですよ普段住むのは税金を納めるのはシンガポールで、うん。うん えー、たまに日本に遊びに来ればいいやっていう話にもなるかもしれないし、うん、どっちがいいのって、はい、国としてトータルで、どっちが損,損得で考えてるだけですよ、うん、その意味でいうと、防衛費の比較もしておきましょうか、今、ですね日本は2021年ということになりますと、まあ、防衛費、えー、世界で見ると9位という位置についているということなんですね、まあ、これを倍増するということになりますと、まあ、1000億ドルあたりということになってきますから、これ、3位に入ってくると、ところがですね中国と比較すると、ですねこの、まあ、1000億を超えたところでもです、ね、中国の 三分の一ぐらいにようやく達するという、このぐらいの、まあ、その防衛費、軍事費の開きがあるということは抑えておきたいと思います。ですから、まあ、五年かけて倍増という、倍増したところで三位に入ってくるんですけども、中国との差は毅然として大きいと。さあ、これあたりまで踏まえた上で、今日は小林さんにもお越しいただいています。どんなふうにお考えですか。今、おお話聞かれてて。まあ、堀江さんが投げかけている話って、まあ、消費税がいいかどうかの前に。何か新しいものをですね。サービスとして増やそうとするんだったら。 何か削ってくんのか何、うん、か新しくお金持ってこないとそもそもできないんだからちゃんとそれを考えようよっていうことをまず世の中に今投げかけてもらってるってことだと思うんですね。でその上で堀江さんの今の話でいくとまあどっか削れんじゃないか論って毎回出てくるんですねで。毎回出てきて民主党政権とかもできたんですけど結局お金どっからも出てこなかったんですね。うん やっぱり数兆円単位で新しいお金を既存の経済の中から生み出すってものすごく実は難しいと思ってますでそうするとやっぱり今の税の使い方を変えていくかもしくは経済のサイズ自体を大きくしていくっていうことも実はやるっていう必要があるとでそういう意味でいくとそれはちゃんと見なきゃいけないので今今物価が上がってる時に本当に消費税をスパンと上げに行って 最終的にずっと永遠にちゃんと経済を持って税収が求めるだけ上がるかっていうと私は結構危険だと思うんです、ねうん、なので現時点はまずは国債含めてかき集めて直近のお金は作るしかないと思いますただし5年間でこの2%に持っていこうということなので実はあの小林さんもロケットとか作ってるんで詳しいと思いますけど何、まあ、か防衛費でお金を使おうと思ったら作んなきゃいけないんですよね。うん 例えば戦闘機を作るのかとか船を作るのかっていうとこの5年間のうち本当に使わなきゃいけないのって結構後半にやってくるんですね、うん、なのでそれまでの間にじゃあ本当に何が買わなきゃいけないのと、うん、場合によっては人増やさなきゃいけないのっていうのをちゃんと整理しないと何いくらぐらい必要だろうっていうのが出てこないのでそこを先に詰めていくういううまあまあ使う分に言うとまあこれまたお前のポジショントークじゃねえかって言われるんだけど宇宙ですよ、うんうんうん はい、それはもうね間違いない、その何本かの柱があるとしたら宇宙に使わ,ざる使わなきゃいけない、はい、これはもう間違いない、新しい防衛費、ね、のうちのもう1つの大きな柱としてロケットを打ち上げるとか、はい、衛星からあの宇宙から干渉するとか、はい、そういうのはもう絶対必要ですよね成田さん、ここまでいかがですかいや、だから消費税増税しか僕もないと思いますけど、基本的には。ささっっきの小林さんが言ってたその何ですか 短期的に経済減速減速する可能性みたいな、はい、それってなんかどっちかというと短期的な話なのかなっていうふうに思ったんですけど長期的に見てもそういう方向に行く可能性があるんですか、うん、十分あると思いますね<ー>なんかやっぱり消費が落ちるってかなりインパクト出ますよねこ、ね、れ実際ね会社いや実際会社経営してると消費税上がるとやっぱ売上下がるよ、うん、それはね、うん、まあ でもね、短期的に下がったものが、じゃあ、すぐ回復するかっていうと、それはおっしゃる通りだと思いますよ、ただね、今回、コロナでめっちゃ金使ってるじゃないですか、あれどうすんのみたいな話もあるわけですよだからコロナ予備費を回すっていう話をね、今日の国会の中でも記者総理がして、そこに溜まってるものを防衛費に当てるみたいな、でもその前にコロナでものすごい金使ってるわけじゃないですか、東京都なんかね。 なんかその、うん、せっかく埋蔵金みたいな感じで、あのずっと貯め込んでたお金全部吐き出しちゃったわけじ、ねうんうん、ゃない？小池百合子さんがね。うん、<laughs> 小見ちゃんここまでどうですか？そうですね。あのー、消費税 がこうなんでそこが取りやすいかみたいなことを自分なり考えてたんですけどやっぱりその他の例えば所得税だったりとか,なんかそれ以外の部分って例えばじゃあそういった法人作ってこう経費で消せるよねとかいろいろ消す方法みたいなの割とあるなと思っててなんかまあ税金を圧縮する方法みたいなところでまあそれはあのもちろん合法的な範囲でいろいろあると思うんですよでなんかその一方でその消費税ってもうどうにも逃げられないというか基本的に払った分の,あの消費税法人の場合だとあの差し引きでまあ差分を払うみたいな形になる。 もののとはいえその消費税をこう圧縮するってなった時にその分お金を使わなきゃいけないっていう感じになるので、うん、まあ結果的にそのなんか合理的にあんまり消しづらいっていう部分で、まあ、そのあと払わざるを得ないっていうところでまあ消費税がすごくこう。 まあ、取りやすいんだろうなっていうところはこうロジックとしてなんとなく自分としても理解できていてでなんかもちろんその短期的に消費税を上げることによって短期的にその経済がこう、まあ、圧迫されるみたいなこともあるなと思いつつで、まあ、手前その国で、国債でつないだりとかするとしてその中長期的になんか結局どこで取るのかなみたいなところはすごく気になっていて、うん、なんかこの後りってどういうふうにこう考えられているんですかね。小さんいかかがですかそうですす、ね、そうね、ん、まず消費税 で、どう考えるかというとまあ、取りやすいかみたいな。議論よりはとってもフェアではあるんですね。お金を使った人がみんな、うん、同じだけちゃんと使った分払うっていう意味ではすごくフェアなんです。ただし、一定の所得以下の人からするとまあ、正直。 あの日々の生活費が苦しい中で消費税取られると、痛み感は実は所得の低い人のがめちゃくちゃ大きいっていう、逆進性がある,いがあるん、ねまあね、いいですよ、その逆進性はいつもこれも定例なんで、あの消費税、増税、定例の必ず逆進性、逆進性って、まあ、そう考えたらもちろん逆進性あるんだけど、そういう話じゃなくて、そもそも低所得者の人って税金ほとんど払ってませんよねみたいな話があるじゃないですか、所得税なんかほとんど払ってないわけですよ。 そうだ,だから、ね、だから全然フェアではないんですよね。だから要は、俺らは貧乏人だから税金払わなくていいんだよねみたいな話になったりとか、最近ね、消費税の話でいうと、インボイス議論みたいなのあるじゃないですか、なんか個人事業主の人とか、これまで消費税の免税事業者で、消費税払ってなかったやつらがいるわけですよ、そいつらが今、ブーブー言ってるわけ。 なんだお前らみたいな話な話、ね、何でさ俺ら消費税全部払ってんのに何でお前らだけ免税されてたのにブーブー言うんだよみたいな、うん、だから要はそうやって権利を軽減税率もそうですけどそういう権利を1回持つと特に弱者はそうやって権利を振り,振りかざすわけですよそれはどうなのって僕はしかも弱者だから言いづらいですよね、うん 低所得者僕なんか必ず言われるわけですよお前らお前金持ってるからそんなこと言えんだろうとか俺は頑張って金稼いでんだよいやでそれでお前らは頑張ってないから金稼げてねえんだろみたいな話をしたら世の中には頑張れない人もいるんですとかって言われてもうそこまで言われたらもうどうしようもないよみたいな話があるので歳出減らさないといけないという話があるので消費税っていうのは。 いろんな所得税税とか法人税よりもう払った分だけ使った分だけ払うっていうことだからいいんですけど <laughs> 結構日本きついなと思ってるのは長期的に影響出るっていうのはですねヨーロッパとか消費税上げても全部価格が大企業から中小企業まで全部転嫁されるんですよ、うんうん、なんですけど日本の場合は大体大企業が転嫁しても中小企業が価格に転嫁をしないので、うん、ここが一気に痛むんですね、うん、でこれは結構長期的なインパクト出るのかんですけど、はい ななんんでで移民はすかあと例えば特区でも何でもいいんですけど外国から企業をもっと誘致するようなその税制なり何なりをやるべきだと思うんですよ。日本にみんな来たがってるんですよシンガポールなんかより全然日本の方がいいんですよ正直こんな素晴らしい国じゃないですよだからみんなね行きたくないわけ本当はシンガポールにドバイとかに行きたくないんですよ本当は。 だけど行っちゃってるじゃないですか?。それは税金が高いからですよ。あとそのいろいろ規制が厳しいからですよ。移民も雇えないし、なんか英語は公用語じゃねえし、みたいなとか、なんかそういうのとか。やっぱ移民を受け入れるって言ったら、選挙落ちちゃうんですか?。えっと、元に戻すと。今堀江さんが言ってくれたのは、つまり経済をちゃんと大きくしろっていう話なんですよね。私もそっちなんですよ。なので、この後スタートアップの議論あるんですけど、やっぱり今例えばですね。 男女の賃金格差ってなりますと、うん。でこれ女性の賃金が男性と同じになった瞬間、消費税4%から5%分ぐらいの税収上がっちゃうんですよ、うん。だから収入を増やすとか経済を大きくするっていうのが実は一番大きいですね、うん。うん、でそこを最初にやるべきじゃないのと、うん。でもう一つが八重さんに言っていただいたように、うん、まあ政治家が正面から説明しましょうって言ったときに、うん、そもそも今消費税払ってるけど。 どこに使われてんのっていうののっ全然分かんな,いじゃないですか、うん、だ,しだからこそあのコメントとかでも結局その消費税払ったところで何に使うか分かんないっていうのが多分一番不満になってるんだろうなって思す,、はい、そうですよすねで。だからデジタル庁を作ってもらった税金が誰のどこに使われてんのかどこの企業に行ってんのか堀江さんが言ったようになんか既得権益者に流れてないのかっていうのを完全に可視化すると初めて納得感が出てくるんですよね。 それってそんな,なんかどっから出てるとかどっから使われてるっていうことよりもそもそもその国全体としても今家計が火の車なわけじゃないですかそれに対してもうどうすんのっていうことに対してなんかダイレクトにもっと言うっていうかい<や>なんかそこがなんかこう、ね、こ,こ,にょこにょこにょこにょってなっちゃうと。うん ハウううの議論というか、なんか細かい議論になっちゃうんじゃなないかなまあまあこれは何でか、うん、なんでそんな話を言ってるかというと、いや、必ずこの増税の議論とか財源の話をすると、どっかに埋蔵金があるはずだ、うん、無駄を削減すればたくさん出てくるっていう話がセットでできちゃうんですね、その瞬間から全然議論が進まなくなるので、こっちは一定程度もうないですという状態を作らないと、全然話進まないんですよ、ね、今まで説明してきた感じでいくと。 金使ってんのは社会保障ですよだから結局社会保障費っていうのはとにかくみんなと年寄りになって仕事を辞めてで体動かなくなって病気がちになって医療費いっぱい使います社会福祉のお金いっぱい使いますってなるからそうならないようにしなきゃいけないわけですよだから僕は予防医療普及協会ともやったりとかしてるわけそれも絶対そうなんですよでもそういう動きなんか全然政府として全然してないしさっきのその女性の社会 三角の問題も僕は結局女性特有の,その、まあ、生理だったりとかそもそもそういったところの疾患に対する社会的なその認識ないよね、うん、みたいな。 だって20%ぐららいいいるらしいですよそのもうなんか生理が来ると立てませんみたいな感じの人とかがまあ大なり小なりそれぐらいいるらしいんですけどそういったところに対して今までケアしてませんでしたよねみたいな女性の社会参画をただただカスで追うだけではそれは多分ダメでっていうようなところも全然そういう動きしてないなと思ったりとかというようなところを。 ねやる動きがもうちょっと出てきた方がいいですよね,すよねいやなのでものすごく結構具体的なところに踏み込んでいかなきゃいけなくて、うん、例えば予防とかは、うん、実はめちゃくちゃこれも税収に関わるんですね、うん、例えば広島県の呉市ってところで糖尿病予防一、うん、年間一生懸命やりました二十、うんはい、万人の人口で 2億円医療費浮いてるんですよこれ1億2,000万人換算するとものすごい金額出てくるんですねこういうのを今政府としてやり始めて実は10年ぐらいやると2兆円ぐらい浮いい浮ててでですでも全然表に出てないですよねそれはまさに今日私が出てきた意味があると思うんですけどなんか政策やってるけどなんか法律が決まったことだけが法事説明があるんだけど結局その背景とか 結果どうなったんだっけっていうのが全然我々としても伝えきれてないで,でこの後議論になるまあスタートアップ政策でも実は岸田政権っておそらく歴代史上一番多くの法改正をして規制改革やるんですね、うん、これ実はこの年末で決まってるんですけど、うん、でも多分ほとんど知られてないと思いますがめちゃくちゃ規制改革するんですよ、うん、だからこういうのを知ってもらえるとあこの国変わるんじゃないかと思ってもらえるだろうしまさにシンガポールに行ってる問題 Web3 の話とかも今回回収 解消しにかかるんですけれども、まあそういうことをちゃんと伝えて、やっぱり日本でビジネスしたいと、日本で住みたいという人たちを増やすと、やっぱり経済のパイを、はい、ということはかなりあります。ありがとうございます。次のコーナーの予告までしていただきましょうけれどもね。はい、<laughs> 近いところで言えばその台湾有事とか東証防衛みたいなところがテーマなんでしょうけれども、うん、ウクライナの戦争を見ていても前線以外のところにもミサイルが降り注ぐということが、うん、直接的な戦争状態になった時にはあり得ると。でそれはあのおっしゃったみたいに日本のねその 領土現実的に、ねえーまあ、本土とか九州とか北海道とかその上陸してくるみたいなことはリアリティがあまりないかもしれないけれどもミサイルはどんどん飛んでくる可能性はあると牽制してくるというねそれをウクライナを見ていてもあ現実としてあるわけですよね、まあ、そうしたときにどこまでの,その、まあ、抑止力という言葉は聞かないというおっしゃるよう話もありますけれどもどこまで整えておきますかと揃えておきますかというのは大事な議論だと思うんですよね。うん、んさんここははいいいかかかがでか、はい、あののでい、ま、ですす、ね、その論くととまずね宇宙とかサイバー の新しいテクノロジーでカバーした方が効率的なんじゃないか。っていうのは私も全く同感です。うん、なので、そっちに投じた方がいいし、うん、まあ、そっち側で勝負しないと、日本も勝負できない,いうそう。意外と、だから、サイバー攻撃とか、かなりダメージ食らうと思いますよ。うん、例えば、ドコモとかにクラッキングされて。うん、なんかわかんないけど、ドコモのね、あの、そういう基地局とか、うん、そういうの、のインフラ系やってるやつらがハニトラにかかって。 <laughs> なんかやられるとか、うん、なんか多分どっちかっていうとなんかそっち系の方が怖いなっていう、うんまあ、リアルな話です、ね、そうだからス,スパイをその監視するための体制が日本って弱いじゃないですか、うん、だから結構その政府の高官だったりとか政治家だったりとかが中国のハニートラにあの引っかかってたりとか実際するわけですよ、うん だそういうのとかどうすんの、うん、みたいなそっちの方が俺なんか怖いなっていう、はい、もちろんもちろんその純粋なテクノロジーの部分もそうですねえ,ー、えっとなので、はい、これはあのいわゆる「ファイブ・アイズ」と言われるですね、うん、アメリカとか、まあ、イギリスとかこういったところと十分に情報共有ができるだけ。 実は日本のセキュリティが整ってますかっていう議論で信用されてないですよね。電力施設とかね、そういったところが、うん、まあウクライナでもターゲットになっているインフラがね。まあその議論がまあ一つあるので、はい、これは実はこの年末から年明けにかけて一気にあの整備をかけますが、そうそうね、平井さん言った、うん、まあ結局じゃどこまで整えなきゃいけないのかっていうのがあると、はい、まあロシアとウクライナでもロシアは結局今核使ってないですよね。それはやっぱり核を使うと。 他の他の諸国がですね本気でさすがに問題だというふうになるのではないかということで使っていない可能性がありますねとでそうするとまあ日本の場合も相手側がもし核を持っているかもしれないけど核は使わずにえ一般のミサイルだけ撃ってくるということは想定しなきゃいけないのでまあじゃあそれを撃ち落と何百発も撃たれた時に撃ち落とせますかという議論があるのでまあそれを敵基地をですねちゃんと反撃できるように一定持っ,とくっておくというのは確かに効果あるだろう。一方で核 最後は書くだろうっていうのは堀江さん言ってる通りで我々もそう思ってるのでここはアメリカと連携して防御するとまあこういうやつを。<う>アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。